い、レザー千代にのにこです。こんばんは。レサークラ、レサークロフトやってますか？うん。いやー、ちょっと久しぶりになりましたね。別に体調悪いとかそんなことはないです。なんか心配になっていただいて何人かの人にLINE 公式アカウントの方で連絡いただきましたけど、体調は大丈夫です。ただね、やっぱり月末ね、月始なんで、ちょっとバタバタしてたりして、ほんで、今、また新しいことをやろうとしてるんで、まあ、それはね、お店のことなんですけどね。で、バタバタしてて、ちょっと更新の方が、遅れてますけど、よろしくお願いします。で、僕の動画はですね、技術動画はそんなにないんですけど、ちょっとした気づきやったり、流儀やったり、販売するための心得やったり、そういうのを配信してる、メインに配信してる動画になります。でね、僕は大阪の森口市で14人間お店やってるんで、より実践的なお客様とのあれこれやったり、そういう販売方法やったりを、皆さんに分かっていただけたらなって、ちょっとでもアドバイスできたらなと思ってやってます。うん。で、そういうのが好きな人は、ぜひ登録していただいて、いいね、チャンネル登録、よろしくお願いします。でね、ちょっと、画質変わってません？っていうのもね、やっとね、携帯買いました。13のプロに買いました。なのでちょっと綺麗になってるんじゃないかな、肌ツヤいい感じになってるんじゃないかな、より鮮明に見えてやばいんかなっていう感じですけど、やっぱりテンション上がるんで、ね、ちょっともしかしたら頻繁に上げていくかもしれません。 YouTube もしそうなればよろしくお願いします。実は言うとね、結構毎日のように TikTok ライブの方やってるんですよ。ぜひ僕の動向を知りたい人は TikTok ライブの方を登録していただいて見ていただけると、基本的にはちょっとまあ平日は TikTok ライブやって、ほんで週末土曜日の毎週7時からは、インスタライブの方をしていこうかなと思ってます。気になる方はぜひそちらの方でいろいろお話してますんで。で、今日はですね、まずそのレザークラコンテストのその優勝者1位の人にプレゼントする、ハンマーと、もう一つの、自分用のハンマーと、僕が作ったトロフィーのハンマーと、もう一つお渡しする、トラッカーズウォレットがやっとできました。で、お見せしようと思うんですけど、こんな感じです。レザーマニアさんにいただいた、ルガトーのディープブルーに、糸もブルー。珍しいでしょ？僕も初めて使いました。ずっと持ってたんですけどね。で、シルバーコンチョ。で、コバが白。で、中が、イーグルコンチョ、イーグルカービング。ほんで、ヤマ。で、こっちはフェザーカービング。で、こっちはスタンピングで太陽。で、うちのブランドロゴ。っていう感じで仕上げました。なかなか雰囲気いいでしょ？うん、だからレザークラコンテスト優勝した人はこれを使うのもいいし、飾っていただくのもいいし、まあまあ使った方がいいですけどね、もちろん財布なんで、こちらをプレゼントすることに来ました。なんでこれは出来上がりましたということで楽しみにしていてください。レザークラコンテストの方もね、この週末ぐらいから上げていけるかなと思ってます。でね、ちょっとインスタライブ、この前のインスタライブでちょっと思ったんですけど、レザークラコンテスト11月分が、ちょっと遅れてるじゃないですか。で、今やってるんですけど、なるべく僕頑張って、サクサクっとやっていきますんで、で、スピンオフの方をね、もう今日ぐらいから、何日だったっけな？カレンダーどこや、ここか。15日の、月曜日まで受付します。スピンオフの方も、もう一本は、ちゃんと取りますけど、スピンオフの方も、応募するのに 13,000円で、まあ、これほとんど広告やと思うんで、自分がおすすめする作品、おすすめしたい作品、僕に紹介してほしい作品を、出してください。で、15日まで。1.3000円で、まあ、2品でも3品でもいいし、
僕の YouTube というのはだいたい3作品で、1本の動画にしますんで、あの1本の動画にしてほしい人は3作品だから9000払っていただけたら、僕の方の動画で、1個の動画でやりますんで、もう何でもいいです。本当に何でもいいんで、自分がそのおすすめしたい、売っていきたい、自分がこれ自信があるっていう作品があれば、そちらの方スピンオフとして出してください。15日までよろしくお願いします。っていうのもね、12月にやっぱり12月1日から最後のレザクラコンテストをやろうと思ってますよね。その優勝商品がなんとレザーマニアさんがいただいた輪に出すんで、でそれで最後締めくくりたいんで、年末にその動画を上げていって、なんかやっぱりいいじゃないですか。輪にももらえるし、気分も上がるじゃないですか。ね、ワクワクもするし。なので、ちょっと、バタバタしますけど、僕の方も頑張るんで、皆さんも頑張ってください。っていう感じですかね。で、今日はですね、もう5分、6分になってますけど、僕のスマホカバーの、これが本題なんですよ。スマホカバーの作り方をちょっと伝授しようかなと思って、ジョニー流のスマホカバーの心得みたいな。で、僕のスマホカバーこんな感じなんですよ。っていうのもね、僕、その、13のプロを買ったんですよね。これ、今撮ってるのがそうなんですけど。んで、これは前の7なんですけど、スマホカバー作ってるんですけど、13のスマホカバーを今作ろうと思って、どうせならこれ、皆さんにも共有したいなと思って、TikTok で最近やったんですよ。型紙を切るとこ。やったんですよね。で、それの、なんていうのコツみたいなのはこっちの方 YouTube の方で、ご説明しようかなと思って、僕のねスマホカバーっていうのはね、ほんま割れないんですよ。僕保険入ってなかったんですよ今まで、iPhone7、まあ今回はちょっと高かったんで入ったんですけど、つけなかったんです。それでも割れたことなかったんですよ今まで。スマホ買ってみんな割れてるじゃないですか。でそれなんでやろうと思ったら、このケースにメインいっぱいだいたいくっついてるんですよね。でそれじゃ落ちるときにこうやって面でこうやって落ちることないじゃないですか。角でだいたい落ちるでしょ。ほんだら直接的にスマホの方に衝撃来るんですよ。じゃあ当たり前にカバーしてても割れるんですよ。特に角なんで。で僕のやつっていうのはここ 5mm ぐらい3方向にあるんですよね、余裕が。なので皮巻き込むんですよ。で僕はの場合は皮が表に 2mm 中 2mm なんで、だいたい 3mm から 4mm ぐらいの厚さあるんで、割れないんですよね。こういう風に当たっても。なんで僕保険入ってないぐらいなんですよね。でやっぱりね、割れてんのってやっぱもう年取ってもそうやし、若くてもそうやけど、嫌じゃないですか。スマホが割れてるのかっこ悪いじゃないですか。なのでそこまで考えてものづくりした方がいいっていうことなんですよね。なので型紙作るとき、今回 iPhone 13のこれが、本体の大きさなんですよ。シリコンケース入れたんですけどね、もちろんシリコンケースにもつけて、15mm の 7.5 かななんですよね。でプラス1センチぐらいでまず作ってるんですよね。で、ここから切り揃えて僕は、コバ揃えていくんで、1センチぐらいアップしてるんですよ。こういう風に作ればね、基本的にね、割れることないと思うんですよ。まあ、薄い皮やったらわかんないですけどね、でも薄い皮は、みんな使ってます？まあ、1.5 ぐらいまでしちゃいますかね。うん。ってやればね、ほぼ割れるスマホカバーになれへんし、その、スマホカバーで、その、ミニマムっていうのもありますけど、一回りぐらいしか大きくならないんで、それぐらいは僕いいと思うんですよ。それぐらいはその、お客さん納得してないんですよ。だって割れないですからね。割れにくいですけどね。もちろんその 100% ではないんで、割れにくいんで。うん。ほんでいて皮、しっかりした皮。ほんで、手染めとか、まあ色付きでもいいですけど、皮はいい感じになる。でいて、こういうね、方式なんですよね。うちのやつっていうのは。プラスチックのジグがあって、こういうスライドする。なのでこのサイズに合う次買い替える時やったらずっと使えるんですよ。ほんならこれね、余裕で10年20年持つんで、そういう風にも買い替えるんで、買い替えるんで、
やっぱりそれぐらいやっぱり革っていうのは考えてものづくりしてあげた方がお客さんにやっぱり優しいかなと僕は思います。うん、でね、このカバーはね、まあプレゼントには向かへんし、まあどうしようかな。別にこれ出してもいいっちゃ出してもいいんですけどね。なんかそのうち僕のそのスマホカバーの型紙なんか出せる方法も考えようかなと思ってます。うん、メンバーシップの方とかでね、特典として、うん、なんかやっぱり皆さんに、そういう風に作っていただければ、僕の型紙を元として、ね、考えていただければ、やっぱりそういう風な、なんていうの、割れるようなスマホカバーっていらないと思うんで、そういう風にできていけるんかなと思って今ちょっと考えているところなんで、よろしくお願いします。うん、スマホカバー、うん、どうせ作るなら割れない、お客さんに本当に優しいスマホカバーを作りましょうという動画でした。コツですね。ジョニー流のスマホカバーの作り方、という動画でした。そうですね。こんな感じで今日は、画面が綺麗ですね。いいっすね。ちょっと画面が綺麗になったね。ちょっとほんで容量もね、1テラにしたんで、ちょっとガンガン、もしかしたら動画撮っていくかもしれないですけど、よろしくお願いします。いいね。チャンネル登録よろしくお願いします。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。